大賞おしゃべりやってまーす。ニューヤングです。ニューヤングです。ニューヤング太郎です、いろいろありますね。しかし、ね、何があるの。かわいい T シャツ着てんね。青春な。にゃんこ猫ちゃん、かわいい猫ちゃん。こっちは俺もあのもらったやつね。これ竜子愛ゆつ、かっこいい。神谷くんは白最近ずっとこれですね。何かが抜け出してしまった。白今日ポケットついてないです。白大体ポケットついてる。白か白か黒。白大体もう。神谷君は何が欲しい？この世のすべて。この世のすべて。すべてを白の中じゃ。白の中に何が欲しい？白何が欲しいの？白の中に何がいたらいい？何も何がいたらいい？何も別にいてほしくないです。何がいたらいい？いや僕は何もいてほしくないです。これいいんじゃん。僕はあのそれマーライオンの猫ちゃん。これマーライオンの猫ちゃん。全然いらないです。本当マジで。何が動物といえば何？いやもう資源の無駄なんてやめてください。本当に意味ない。無駄なんです。動物といえば何が好き？動物自然好き。自然、自然は好きですよ。自然好き、はい、自然好き。これ何ほなこれええんちゃう。自然いやいらないっす。犬と猫やったら猫の方が好きやんな。どちらかといえば、ね、じゃあ猫好きやんな。宇宙にいてる猫好き。宇宙の猫とか見たことないですよ。そんないないでしょ大体。ピザ食べてる猫好き。ピザ食べないですもん。食べちゃダメですよ。ピザ猫は。ピザ猫太った猫ですか。高カロリー。あともし猫が DJ やってるとしたらどうする。猫 DJ、うん、どういうことですか。 猫 DJ やったらどうする。いやそんな人いません。 もし猫がでっかいサングラスかけてたらどうする。あ何かを身につけるのが嫌でしょ。猫は基本全裸主義ですから。あ全裸がいいんだ猫の。今の剣かけてるやつ俺買ってた。どれちょっと前の剣。ちょっとそれあーこれ可愛いと思ってた。なんか前言ってましたね。カミコあのー、持ってくるの忘れてた。着るだけでマッチョになれる T シャツあったらどうする。着るだけで着るだけでマッチョになれたらどうする。そんな T シャツないですもん。捕まりそうだねこれ。着るだけでマッチョになれるとしたら欲しい。着るだけで、うん、それはどれぐらい生活するんですかそれで。いやいやもう1日1日、うん、でもうマッチョなんですか。マッチョです。いやそれ脱いだらどうなるんですか。脱いだら元に戻っちゃう。いやそれだったら話は違いますよ。でも着るだけでマッチョなんだよ。でもなんか前ありましたよね。なんかそうやってさ体締め付けるタイプの T シャツで体鍛えられますみたいな、あれ嘘だったってやつですね。え聞かないですよっていう。嘘でしょ。なんでもない。いや そうです。高かったよ。 3,4 千ぐらいでしょ。いやもっと1万5千とか。着るだけで系、うん、着るだけで系のやつ。その結構体ビチビチに、ね、で締めちゃうやつね。えなんで意味ないってわかったん。ん何の機関が言うてんの。なんかそうネットニュースになりましたよね一時期。景品表示法違反だと。はあ、そんな痩せるのは違うでしょ、うん、あ痩せるっていう表現がダメってことね、うん、スリムに見えたらそうですか、うんまあ、体をこう締め締めつけて、ね、その筋肉をあ筋肉をつける。あつけるっていうやつか。うーん実際使わないんでしょきっと。使わないかどうかわかんないですけど根拠がない、うん、ああ根拠かつくかもしれないですけど根拠がない。でもそれ着てめっちゃ運動したら筋肉つくやん。まあ、めっちゃ運動すればね。T シャツじゃないよねそれね。で着たら運動したくなるみたいな機能ついてたらめっちゃ筋肉つくやん。電気系のやつとかでしょ EMS とか。ああそれはあれやもんね、うん、なんかこう背筋が伸びるとかそういうありましたねそれ系。うん、それはいいんでしょ。いいんじゃないかな、まあ、僕もあれあの面白いからと思って買って着てみたんですけど、うん、脱ぐのが大変でビチビチやもん、ね、ああストレッチすごいもん、ね、もうあんなものを着てちょっと運動して汗かいたら脱げないですよ。あーってなるのね。確かにその時に筋肉使うんじゃん。脱ぐ時に脱ぐ時にあーってなるじゃん。大魔神じゃないですかってなるんちゃう。なるかな、うん、で何の T シャツがええあの T シャツ捨てよ。そういえばそれなんでやねん。使える時も来るって。何の時に使います。
筋肉つけたりとか。つかねえって言ってんだよ。いやだから脱ぐときこうなるっつよね。うん。いやだもん、それストレスだから。ああ大文字なんだよ。うん。おお元に戻った。こんなんで笑ってたらあかんで。ほんま。大魔神名作じゃないですか。こんなんで笑ってたら、シンプルでいいよね。いいよね。うん、ゴジラ人には受けるかもしれない。ゴジラの新しい映画できますね。ね、今公開中。今日からハリウッドで、ハリウッド公開してんの？ハリウッド。最近ちょっと面白いなと思うのは、うん、ちょっと日本絡みの、うんうん、洋画、うん、にもう。渡辺謙さんを出さなきゃいけないのかっていうぐらい出てて、ちょっと面白くなってきましたね。あれキャスティングしてんのって外国人なんですか？そうじゃないですか、うん、もちろん、まあ、一応日本のものだからってことなんでしょうけど、だって前回のゴジラにも出てたもんね、うんうん、ハリウッド版ゴジラ出てた出てた。あれ話つながってんの？つながってない。今回のやつはあれですもんね、今回のキングコングの続きですもんね。そうそう、に、うん、日本の形のゴジラですよ。ランページだっけ？え、違ったっけ？ランページじゃないよね。違うっけ？え、キングコング、キングコングでしたっけ？あの、ドクロ島のなんちゃら。ドクロ島の怒り。そうだ。見に行った、見に行った。行った、行った。見に行ったの？ 4DX で見て、4DX でよかったと思った。すごい、すごいの？え、これ普通に見てたら、寝ちゃうかもしれない。こらこら。もう、だって、キングコングの出現のパティーンが毎回一緒で、女の人がフラっていう風に言ってる時に、もうノームであまりにも全然視界がないところで、もう目の前にいて、あっみたいなのがもう多くて、おい、キングコングは女の子のいるところに必ず現れるっていう。あいつもすげえドスケベだよね。すごいドエロやから。それは昔から決まってるから ね、 ね、話的に、ね、キングコング怒りのメガトンパンチ、メガトンパンチね、コナミが出したねね、ゲーム。今回、あ、そうなの？今回のそのゴジラにつながるのって、そのキングコングのところからってどんな風につながるの？いや最後に、うん、シルエット出ましたね、それね。あ、キングコング壁画みたいなやつなんか記されてて、あーなるほど、昔こいつだけじゃないんだみたいな。そこにもうキングギドラとかバーっていて、うん、キングギドラがいてんの？ってみたいなった。ゴジラじゃなくて、いやだからみんないる、みんないる、みんな、だからその巨大な生物がその島には存在してたんだ、うん、そこまでわかります。うん、お家、あ、そうなんだ、昔々はキングギドラもいたんだよって話。なんでもありなんじゃないですか。だからどっちか出したらいいんですか。モンスターバースシリーズとして繋がってはいますね。うーん、なんかゴジラがあってキングコングがあって、うん、ゴジラキングオブモンスターズなんで、一応繋がってはいます。最初のゴジラとも。じゃあ渡辺謙さんの役は同じ役ってこと？っていうことですかね。え、あ、でもあのハリウッド版ゴジラ繋がってるってこと？ハリウッド版ゴジラってこれでしょ？いや違う違う、その後に向かったんですよ。そうなんだ、はい、あのフォルムが日本のゴジラに似たような感じのやつで、あの爬虫類じゃないやつです。最初のハリウッド版は、うん、あの結構ジュラシックパークっぽいやつでしょ。そう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 、エイリアンみたいなやつ、はいはい、あ、そ、卵がね、うん、まあね、むちゃくちゃな話だなと思いましたけどね、うん、日本のゴジラと全く真反対の設定でしたからね、うん、あ、そうなんだ。この前に1本あったんだ。ありました、ゴジラの形したやつが。はい、結構前だよね。その話どんな話なの？10年ぐらい前じゃない？なんかその2014年ゴジラが、ゴジラが地中から復活しちゃって、うん、みたいな話なんですけど、うん、日本のゴジラ、一番最初のゴジラって、うん、その世界各国が水爆実験をやったおかげで、うんうん、突然変異で生まれたゴジラっていうのが日本に来ちゃって、うんうん、それを倒すためにオキシデンデストロイヤーで、うんうんうん、あの東京湾に沈めて殺したじゃないですか、うんうん、殺してはいないでしょ、まあ、溶かしたっていうか、うん、まあ、滅ぼすわけですよね、うん、でそれが日本のゴジラなんですけど、ね、うん、アメリカ版ゴジラは、うん、もともとゴジラっていう生物が地球にいて、うん、それが地中に出てくるのを水爆で止めてたっていう設定になってる。おー、なるほど。全く反対なんです。あ、そうなんだ、はい、正当化してるわけやね、水爆もね。世界各国で水爆実験が行われていた理由っていうのは、うん、ゴジラを収めるため、はい、ゴジラを抑えるためにやってましたよっていう設定になってるんで、うん、なかなかの設定ですよ。本当だね。んそんなあるかボケっていう。もともとそのゴジラを作った志したもう真反対のことをやって、ビャーってなってるから、ああ、それを喜んじゃ本当はダメなんじゃないっていう。それ何？アメリカに出てくるの、そのゴジラ。5月31日更新分のおしゃべりやってマックス第5放送は。
渋谷の再開発の話やゴジラの話、うん、そして8年前から募集し続けていたマッサージをしてくれる女性の話をしています。8年経って条件が少し緩和されました、うん、引き続き募集します。あんな空気になってしまったので私は江戸県だっていう人のメールはもう募集しません。マッサージの話までは楽しかったんですかね。そして、今回のお気合福袋のコーナーは大量のパーカーを持ってきてくれました。我々から見ると全部一緒です。一緒じゃない。全部一緒です。一緒じゃない。リスナーの皆さん、あの有名ブランドのパーカーを手に入れるチャンスですよ、ね。応募のハードルを下げるために、あげましょうシステムが導入されました。お気合さんの、服が欲しい人はメールに一筆お願いします。あげましょう。はい、着払いでお送りします。